はい皆さんこんにちは今回お届けするのはですねヤンキースタイルレッドソックスしかも夢の対戦というかですね投手対戦対決ということで今回はですね、えー、上原、えー、これをね先発で使ってみたいと思いますまあ、本来ね松、えー、と上原クローザーなんですけど今回は、えー、先発で使ってみたいと思います ちょっと邪道かなっていうのもあるんですけど、えー、やっていきたいと思います。まああのー、先発はまあその先発というかねスタメンはそのまま普通に使っていきましょう。 上原うん、上原やっぱ三振多いですねストラックアウトが101。やっぱフォーク、この辺りですかね。 さあ早速いきましょう、えー、とまずは、えー、ツーシーム要求してきてるんでツーシーム投げていきましょうか今の三塁コーチャーコーチ微動だにしませんでしたね。 ストレートはフォ、まあ、ーシームですね、いわゆる。はどんくらいなんでしょうかね。まあ、ちょっと今、何キロかっていうのは出てきませんでしたけど。さあ、ジーターです。スプリット。落ちがどんくらいなのかなあ結構落ちるな。 で、ツーシーム、微妙に動くツーシーム内角に86マイルか。で、ストレートは91マイル。あ,まあやっぱりそんなにすごく速いっていうわけではないですよね。ははは。 あれ今上原ってあれでしたっけひげ剃っちゃったんでしたっけフォアボール出しちゃった <laughs> カットボールですね。 コントロールがどうなんだろう悪くはないんですけどテキセリアテキセラー,テキセラーなんて読むんですかねちょっともし分かる方がいったら教えてもらいたいですけどヤンキースの4番おなんだこの当たり損ない大丈夫か おー大丈夫ですねさあレッドソックスの攻撃ですけど攻撃の方はねちょっと飛ばしましょうハーフイニング進めますさあ、えー、2回の表上原ですちょっとストライク 先行してですねなんとか、えー、三振ね多く取れるようにしていきたいと思います内角高めにストレートこれはこれはスタンドに入るうん取れませんでしたねもう1球今度は対角線上にストレート投げていきます OK ですねそしたら、えー、スプリットで空振り取りたいですね 低めにスプリットうん当てられたかそしたら外角高め対角線上にストレートうーん外れてツーストライクスリーボール、えー、最後はカットボールにしましょうかね内角にえぐるようなカットうわー外れたか今日2つ目のフォアボールですねワンアウトランナー一塁です まずはツーシームもう一球ツーシーム投げておきましょう今度はボール気味に投げますそしたら今度は内角におお外れたかストレートですね今度は真ん中気味にツーシーム最後はスプリットで空振り取りますうーんなかなか振ってくれないですね これは、レフトが掴んでツーアウトツーシームです上原ツーシームが良さそうですね当ててきたか。 空振りがちょっと取れないですね、なかなか。緩急がちょっとつけづらいんですかね。おお、やっと取れた、空振りが。 じゃあ内角にカットボール投げますか ?OK、空振りスライダーみたいなボールがあるとね空振りあというかまあ三振がね取りやすいイメージなんですけどねあのダルビッシュとかだとすごく取りやすいんですよあと前回お届けした松坂もですね意外,意外と言うとちょっと松坂にね失礼なんですけど松坂も結構空振り取りやすかったんですよねそれもやっぱり あのー、スライダーなんですよね上原みたいにクローザーのポジションで、まあ、本当に1回だけ、えー、そういう場合には、まあね、必ずしもスライダーが必要じゃない気はするんですけどえっ何何何何なんだよ今の絶対アウトにしてよ ベースカバーに誰も入ってなかったっていうのはあるかもしれないですけどはいえー、ライトフライですねおジーターだこれもこれもこれはショートフライですねはい1球でジーターを仕留めました さあベルトライですねうん基本的にはストレート主体で組み立てていきましょうストレートだけで追い込んだんで今度は空振りあー取れないまたこの三塁コーチャーは微動だにしないですね カットボールボーールル気味に投げましょうねおお当ててくるかそしたらツーシームで外に逃げるような球ボールですねツーボールツーストライク OK 最後はスプリットですさあ進めちゃいましょうね いやそう考えると本当にあのーおっポテンヒットかあー今みたいなポテンヒットとかねさっきの一塁のあのー、ナイアンダーみたいなのも含めて、えー、ダルビッシュがノーヒットノランするっていうのに挑戦したんですけどあれかなり良かったんじゃないですかね見応えある内容になってたんじゃないかなと思うんでもし あのー、まだねご覧になっていない方で興味のある方いらっしゃればですね、えー、ダルビッシュでノーヒットノーランに挑戦するっていう企画やってますのでぜひそちらもねご覧いただきたいと思いますここらでちょっとあれですよね月ッとか取りたいですよね微妙に動く玉で月ッが取りたい そうなるとやっぱカットボールで当たり損ないとか狙っていくのがいいんですかねお<う>今度は速い球うーんついていきますねそしたらもう一回緩い球で空振り OK いいですね ガードだこれはこれはサードが取れるかうん追いつきました OK でーす3アトチェンジですね試合の方は0対0のまま、えー、進んでいますさあ5回の攻防入っていきましょう なんとか、えー、上原にね勝ち星つけてあげたいですね上原はね、あのー、見ての通り見ての通りというかご存知の通りクローザーなのでスタミナがそんなにないんですよねもうすでにエネルギー、えー、画面の左下ねちょっとこの後お見せしますね画面の左下に ENG、まあ、エネルギーのことだと思うんですけどエネルギーがもう空ですからね まあ5回までかなとは思うんですけど投げてもねなんとかねこの回まで投げてえこの裏上原があ勝ち星がつくようにねレッドソックスの打線には1点取ってもらいたいなと思いますエネルギーがなくなるとどうなるんだろうああ 確かに、あのー、ストレートのスピードガンも落ちてますね大丈夫か上原3つ目のフォアボールだなんとかねこの回までは投げ切ってもらいたい OK、これはゲッツーだ。OK、ゲッツー。これで3アウトチェンジですね。さあ、この回は、えー、プレイしていきます。OK、初球、おそらくストレートだと思うんですけど、ストレートを叩いて、えー、ライト前ですね。 ミドルブルックスストレートを狙っていきますおお振り遅れ早いなサンタナ早いこれは入ったんじゃないあー切れてったか これで追い込まれましたね。ツーストライク。これはこれはブワーメツがどう危ないー。一塁はなんとかセーフ。ジャッキー・ブレイドリー・ジュニア、足は速そうですね。 これはこれはどうダメうわダメかダメですね、えー、センターフライですねビクトリーノ頼むぞビクトリーノ 早いかースライダーだったんですね、今のこれは飛距離は十分なんだけどな今のもスライダーみたいですねそろそろストレートくると思うんですようわー、だめかうわー。 ダメでしたねもう一回上原行かせてくださいもう一回ねこの回まで上原はこの回までにしますもう本当にスタミナエネルギーからですからね上原は省エネ投法でいかないと。 オッケー空振り三振ですねさあベルトランうーんボールあ本当に4分の1個ぐらい外れましたね今のはストレートあーこれも惜しいなーカットボール動かしましょう 大丈夫だよね OK ですねライトフライさあなんとかこの回うんいいですね通しめでカットボールを、えー、低めに投げ込んでいきましょう 大丈夫だよね大丈夫だよねオッケーまあ、ああのー、しょうがないですよね。今みたいなあたりは。センター前。ここでね、えー、レンダーを受けないっていうことがね、非常に大丈夫ですからね。マッキャン。うーん。コントロールがちょっと厳しくなってきたが。オッケー今のはいい球。 カットボール内角に投げてきますうーん厳しいですねストレートが外れてファウルボールもう一球ストレート投げるしかないあ危ない危ない今のは助かりましたねさあなんとか上原に勝ち星つけたい 6回の裏うーん飛距離は十分なんですけどねこれも今のはスライダーなるほどそろそろ本当に速い球が来ると思うんですけどねこれは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  OK ツーベースですねフェンス直撃のツーベース今のはかなり大きな当たりだと思いますよ 出るかな出る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 ,出るこれはかなり大きな当たりフェンス直撃ですねさあこのランナーなんとか返したいペドロイヤースライダー狙っていきますこれはどうどうどうダメかうん なんとか三塁に進めたかったなタイミング的にはね今ちょうど合ってたんでスライダーだとは思うんですけど頼むぞオルティーズオルティーズーオルティーズーオルティーズ頼むぞー さあ来いだパワーはありますねやっぱウルティズ見た目の体格通りねこれは入ったんじゃないダメかータッチアップタッチアップもしないのタッチアップしてほしかったなタッチアップ今のはしてほしかった さあマイク・ナポリ歩かせんのうわー歩かされてうーんボーガーツ う,わおう,うーん、厳しい。今のスライダー、もう一球スライダーだろうな、ただストレートのタイミングで振りに行かないとうん、スライダーですよね。 今のがストレートですね危ないスライダーかな今のはあ今ストレートかさあなんとかヒット一本どうこれこれこそどうこれこそどうスリーラン オオッッケーオッケーオッケー今のは嬉しいですね。敬遠された後のスリーラン。これはじっくりリプレイ見ましょうね。これは本当に嬉しい。リプレイ見ましょう。あれ飛ばしちゃったうわー、ごめんなさい。後でね、ダイジェストできっちり見せたいと思います。 どうせならね、追加点取って上原の勝ち、決定的なものにしたいですよね。いやー、さっきのスリーランは嬉しいな。おっと、スライダー、タイミング合わず。 おこれもライト前いいですねピッチャーが変わってますね こう満遍なくく投げてくる感じですかねスライダー,ー、それにストレートツーシームも持ってておっとー空,振りかー空振り三振ですねはい、えー、それではね、えー、ピッチャーはもう変えるっていう前提で、えー、最後まで進めちゃいましょう うんうん、おおオルティズねさあハイライト見ましょうああこれスリーランねこれは嬉しかったなーこのスリーランかなりいい当たりでしたよねボガー,ーツのスリーランうん ごめんなさいちょっと今ね飛ばしちゃったんでもう一回見ましょうねこれボーガーツのスリーランですこれは気持ちよかったなもう粘りに粘ったんですよねストレートスライダーもうこの2本に絞ってね徹底的にやったと思うんですけどんんうんあれ見れないのもう一回 5月のスリーランを見てえこ,のこれだけしか見れないとうわ上原見たかったな見れないとなるほどなるほどというわけでね今回はえー、上原ね えー、きっちりと勝ちをつけることができました、えー、試合の方は8対3でレッドソックス勝ちましたね、えー、上原はスタミナがちょっとやっぱりなかったんでな6回までね、えー、引っ張るの大変だったんですけどうー最終的には6回の裏ねボーガーズのスリーラン飛び出して上原に勝ち星をつけることができましたまた次回ね違う対戦お届けしたいと思います、えー、もし何か見たいね対戦とか投手とかあれば あコメント欄で教えていただければと思います。今回も最後までご覧いただいた方、ありがとうございました。